皆さん、こんばんは、ブルと申します。今回は剣道287号のメタセコイア並木に行ってきました。今回の動画は琵琶湖方向の動画になります。同じ動画には、木の本鶴ヶ方向の動画もございます。ご視聴していただくとありがたいです。チャンネル登録もお願いします。十字交差点越えたら、ここがメタセコイア並木の入り口です。正式には、 牧野高原のメタセコイア並木と言います。牧野高原のメタセコイア並木について説明します。1981年昭和56年学道農園牧の土に学ぶ里整備事業の一環として牧野超果樹生産組合が管理地内に防風林として 1.8km 渡ってメタセコイア440本を植栽し、 翌年これに続く県道にも、地元牧野区が植栽を行い、総延長 2.4km、約500本、になる、当初、約 2m の苗木を植えたものの、500本の養木の管理は十分行き届かず、並木の一部で枯れたものや、強風により芯、先端、の折れたものなど、様々な形のものがあるが、現在では約 25m 程度にまで成長している。 当時は、メタセコイアではなく、桜並木にという意見もあったが、桜百選に選定されている、海津大崎の桜並木が近くにあること、当時はクリエンを運営していることから、防風林が必要であったこと、また整備当時近隣より、化石が発見されていたことも、理由となりメタセコイアが選ばれた、1994年11月、読売新聞社の、新、 日本の街路樹百景に選定されて以降は観光地として注目を集めている2010年9月には日本モミジの名所百選主婦の友社選にも選ばれている2010年平成22年11月には地元住民や周辺関係団体の理解と協力を得る形で市民参加型のボランティア組織牧野のメタセコイア並木を 守り育てる会が設立され、並木道の維持保全活動を実施している。左に見えてきたのは、牧のピックランド。正式には、高島市農業公園牧のピックランド。カフェレストラン、農産物直売店を併設した観光果樹園総合です。1994年11月、読売新聞社の、新、日本の街路樹百景。 に選定された。それを記念して1997年3月に石踏みが建てられた。最後にメタセコイアの簡単な解説。1949年に日本と皇室が、それぞれメタセコイアの挿し木と種子を譲り受け、全国各地の公園、並木道、皇帝などに植えられている。 十字交差点越えたら、メタセコイア並木が終わる、愛媛県伊予市のシノキに指定されている。滋賀県高島市のメタセコイア並木が、日本モミジの名所百選に選定されている。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価も、よろしくお願いします。